ごきげんよう、神主様。今宵は月がきれいでございますね。もしよろしければおみきなどいかがです？そのように警戒なさらずともよろしいのに、私は怪しいものではございませんよ。さあさあ、そのような固いことを言わずに、どうぞこちらへ。ではこちら、おみきをとっくりからお継ぎいたしますので、どうぞ。いかがでしょう、お口に合いましたでしょうか？それはよかった。まだまだありますので、どうか遠慮なさらず。はい、私が何者かいい加減教えてほしいですか？では改めまして、私、鈴彦姫と申します。この神社にて代々神霊を下ろす儀式のために使われていた鈴の化身にございます。以後お見知りおきを。はい、神主様も聞いたことぐらいはあるでしょう。そういう儀式のために使用された鈴があるということを。あら、お気づきになられました？こちら、髪飾りの代わりとしてつけている鈴が、私が私であるという証拠でございます。ほら、この鈴の音色を聞いてみてください。ありがとうございます。私もこの鈴の音はとても気に入っておりまして。ちなみにですが、私自身はかつて洞窟内に隠れた太陽神を外に引っ張り出すために使われたこともある、由緒正しき鈴なんですよ。ええ、まさに魔性の音とも言うべきでしょうか。神ですら私の根には抗えない。ましてや人間である神主様にはどうしようもありませんよね。いかがされました？急に抱き寄せなどして。先ほど飲んだお酒で酔ってしまわれました？構いませんよ、どうぞ。私のことは煮るなり焼くなり好きになさってください。私もそのためにこうして人としての形を取ったわけですから。寂しかったんですよ。先ほどは代々この神社で使われていると言いましたが、それも遠い昔の話。ここ近年で使われることはめったになくなり、倉庫の奥で朽ち果てるのを待つのみでした。ですが当代神主であるあなたは私を一度だけ使ってくださいました。そう、あれはまだ小さかった神主様が一人倉庫に忍び込んで遊んでいた時のこと。はい、生まれながらに強い霊力を持つ神主様が鈴を鳴らして遊ぶことにより、私は再び力を取り戻したのでございます。もっとも人の姿を取れるようになるまで力を取り戻すのに幾分か月日が流れてしまいましたが、あの時言ってくださいましたよね、私のことをきれいだと。綺麗な音だと言って何度も私を鳴らしてくれましたよね。たとえ神主様が忘れていたとしても、私はしっかり覚えています。当代神主様こそ私の婿となるお方だと、そう確信したのでございます。これから神主様のおそばには私がずっとおります。
神主様の妻として一生を添い遂げる覚悟にございます。さあ神主様、ご自身の内に秘めた欲望を私に発露して。それでこそ神主様、人や神の心を手玉に取る鈴の音に加えて、先ほど飲んでいただいた媚薬入りのお酒、いくら神主様が鋼の理性を持っていたとしてもどうしようもありませんね。はい、発情した神主様の内なる欲望を受け止められるのは妻である私のみですから、どうぞ私のことは好きなだけ鳴らしてください。神主様のためでしたら私どんな音だって鳴らすことができますから、またあの時のように私を使って遊んでくださいな。